こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の遊びは、へそ曲がりさんです。この遊びは、集中力であったり、こう感情のコントロールなんかを身につけるのにとっても簡単な遊びです。こう右、左、習えというこの3つの指示に対して、まあ、相手がですね、違う動きをするっていう遊びなんですけど、例えばですね、出題者は、右、って言ったら左を指さします。左って言ったら右を指さします。つまり逆をやってほしいってことですね。言われた言葉と聞いた、要は聞いた言葉と逆の動きをするっていう時に人間は集中力が高まったり、ん、右って言われたから右出したいけど左なんだなってやる時に人間は感情のコントロールを身につけていきます。で、習えの場合だけは前、習えですから、右って言ったら左、左って言ったら右、習えって言ったら前習えの遊びをしていきます。で、こういう遊びをするときは毎回お伝えするんですけど、必ずせーのをつけた方がいいですね。例えば出題者は右、せーの、ピッで左、左、せーの、ピッ。いつ手を出すかがみんなバラバラになってしまうと、こういう遊びってグダグダしてしまいますので、必ず右、左を出したり前習えをやるときはせーのって言葉を足していきます。で、これだけだとやっぱり高学年とかのお友達にとっては簡単になってきてしまうんですね。ですから、ぜひパパパパパンパンアレンジを加えていただくといいと思います。上と下なんていうのがとっても簡単ですね。じゃあ上って言った時に下を指さす、これじゃあちょっとありきたりすぎる。ですから、もう少し運動量を増やしたいので、上って言われたらしゃがみましょう、しゃがみましょう。下って言われた時に指さすとか、顔だけ上を見るとか、いろんなアレンジ方法があると思うんですね。さっきまではずっと手だったわけです。手、そこが上と下だけは体の動き、さらに下って言われた場合には手じゃなくて体でもなくて目だけとかやってみるととっても面白くなってきます。まあ、斜めなんていうのも入れてもいいと思うんですけど、そこまでだと複雑になってしまいますので、大人数でね、少し、例えば朝の会とか集中力を高めるときにもとってもおすすめな遊びです。本日の遊びはへそ曲がりさんでした。ぜひ楽しんでみてください。本日の遊びでした。ありがとうございました。